エアコン冷房とは、室内の空気を冷やすこと。一般に、空気調和設備などにより、冷風を送るなどすることを言う。外気温度あるいはエンタルピーが、室内の目標とする温度よりも低い場合は、外気を積極的に取り入れて、外気冷房を行うこともある。一般的には夏場に必要とされる。人の体は、体感温度が、体温以上になると行動が緩慢になり、 判断力が鈍り、最終的には脱水症状を起こししに至る。近代になって冷房が誕生するまでは、太陽から発せられる輻射放射熱は、人の活動範囲を制限し、時に命を奪った。人は暑さから逃れるためにある時は物陰に隠れ、ある時は量を求めるために、木陰で休息し、またある時は日傘などの多いを用いて、直射日光を避けた。 時には水の蒸発熱により周辺気温が低くなる海辺や川辺等の水辺に集い水浴びなどして暑さから逃れる方法を動物から学び実践した。また、緯度や高度が異なる涼しい避暑地に転地して暑さを避けた。氷を人工的に作ることができなかった時代、緯度により降雪のある地域では 寝雪が固まった氷や雪を自然にできたホラー穴や鍾乳洞などを利用して氷室とし、下記まで保存して量を取るために用いた。かつて低緯度の多くの地域では強烈な日差しに見舞われる昼間は外出を避け夕方から夜に出歩く習慣があった。冷房の普及は低緯度地域の人間の行動を大きく変え昼間も活発な活動が可能になった。北米における サンベルト地域の流星や東南アジアなどの経済発展は空調設備の普及なしでは考えられない。一方でエアコン排熱は室外の気温を上昇させる。この現象を熱汚染と呼ぶ。日本の大阪市では猛暑だった2018年7月、熱汚染による気温押し上げが最大接零0.27度あったと産業技術総合研究所は推測している。 冷房者のサイン原始時代、人は自由に扱えないながらも火を持ったことで暖を取り寒さを避けられるようになり地球的規模で活動範囲を広くすることができるようになった。一方で暑さから逃れるには自然の日陰や風を利用した天然冷房に頼るのみであった。日本では鎌倉時代末期の随筆家で詩人健康法師の随筆、つれれ草の一節、 住まいは夏を胸とすべしにあるように夏の暑さには抗えなかった。ルネサンス期、天才と呼ばれるレオナルド・ダ・ヴィンチにより発明された水車を動力とする換気扇は冷房機器の原型の一つである。換気扇は空気を強制的に移動させることで人工的に風を作ることができる。大気は密度があり、濃い密度から低い密度へと拡散する。空気は流れる時に 周辺温度を吸収する一方、隙間などを通過する際には温度を奪われる。人体の感覚で風に当たり涼しいと感じるのは空気が体表面の熱を奪っていくことに他ならない。換気扇は現代では動力こそ水車から電気に変わっているが、現代においても欠かせない代表的な空気調和機器の一つである。人が人工的に量を取る術を手に入れるまでには、 長い年月がかかる。レオナルド・ダ・ヴィンチの時代から数百年を経た1906年、後に、冷房の父、または、空気調和の父、時には、冷房の王と呼ばれる、ウィリス・キャリアが、現代の冷房用機器を、発明し、ザ・アプラタス・フォートリーティングエアーとして、US パテント808,897を、取得する。ありがとうございます。